どうもこんにちは、下ベース俊二です。今日は人気のズルスマッシャーズディノアイランドオーバーセブンティ、こちらで遊びたいと思います。大きい骸骨の頭のこのケース、以前もねこのスマッシャーズでこのケースあったんだけど、今回はなんとゴールドっぽいデザインのケースになってていいですね。海賊のこうお宝のようなね、そんな感じになってるんだけど、後ろにはですね今回のラインナップ2種類、サメと恐竜があって、これねどっち頼んだかね忘れちゃいました、ごめんなさい。確かね選べたと思うんすよ。でこのケースの中にはいろんな、ね、仕掛けがあって、それでこう取り出して遊んでいくっていう形になってますね。でこのねケースの上の方に恐竜がね頭が飛び出てるんだけど、これめっちゃ可愛いんだけど、これ多分使わないですよね。いつもそうなんだけど、この飛び出てる頭ね使わないからもったいないんだよね。なんか作れるようにしてくれたらいいんだけどね。で、この右目左目はこうね眼帯してあるんだけど、右は目玉があって、ここを押すとね、はい、こんな感じでライトが光ってサウンドが鳴るようになってると。だからまた今回も目玉を使ってなんか遊べるようになってそうですよね。前もそうだったよね。で、下の方にこれ新しいんですよ、宝箱がねあって、1個2個、さらにこの上にもあって、合計3個の宝箱がねついてるっていう、面白い。前はねこれなかったんですよね。だから今回ここがね新しい。ではね外側のカバーをめくります。外側めくるとこんな感じですね。中もやっぱりゴールドにちゃんとねなってましたね。また形いいね。はい、まあ後ろはねこんな感じとなってて、これね横ここパカッとこうね、開くようになってるようなんで、早速開けて中のね取り出そうと思うんですが、チャンネル登録がまだの方は登録よろしかったら、高評価の方もお願いします。パカッとこうね割ろうと思うんだけど、まずはこの下、この宝先に開けた方がいいのかな。そこになんかあるからカットして取ってねみたいな。あーなるほど、まずはひっくり返してこの底ね、はい、ここか、これをカットするって、あ、簡単にカットできる。はい、これをカットする。くるっと回して、ロックがあるんで、これを外して、わ、結構凝ってるね。あ、取れた！台から頭取り外せました。まあ、いつもの感じになってきたね。では、この頭パカッと割ります。うわー、いっぱい今回も入ってる！ケースにセットされてるこの光る目玉をですね、取り外します。もう簡単にこれね、取れるようになってますね。はい、取り外せた。目玉取れた。ね、飛び出てるこの恐竜の頭は今回も使いませんね。金色の小さい卵4個入ってました。もうこれはね、下に叩きつけて中のフィギュアを取り出すという。もう爽快な卵。うん、あー、気持ちいいこれ。4種類とも違う可愛い色の恐竜フィギュアが出てきました。1体目は草食恐竜のステゴサウルス。グリーンカラーになりますね。めちゃめちゃ横気にしてるね、なんかね。動きのある形になってて。で、特徴的な背中のこの板は黄色カラーで、ものすごい綺麗。で、フィギュアの大きさは全長が約4センチ。で、左の後ろ足に海賊のマーク。恐竜の海賊ですね。で、尻尾の先端にはちゃんとね、スパイクもあって、サイズは小さいんだけど、細かい部分までしっかり作られたフィギュアとなってますね。2体目、スマッシャーズシリーズではもうおなじみの大型の肉食恐竜、T-Rex。カラーの方はオレンジ。この T-Rex もなんかね、少し横を気にしてるような、まあ少し動きのある形になってて、短い前足にがっちりとした後ろ足。かっこいいですね。で、またこのね、クリクリの目がスマッシャーズで登場する T-Rex は可愛いですね。で、なんかね、鼻水が垂れたりとか、まあそんな造形にはなってなくて、まあただちょっと傷はあるかな。で、この子も左の後ろ足にゴールドで海賊のマークがペイントされてますね。3体目、体大きくて首が長い。
ブロントサウルスですかね。このシリーズブロントサウルスよく出るもんね。でやっぱこの子もちょっと頭傾けてるね。でこう目がねクリクリになってて、で体横にゴールドの海賊のマークで、背中には黄色い柄があって、かわいい。4体目紫カラー海星爬虫類、僕の大好きなモササウルスが出てきました。この小さいフィギュアはね、モササウルス珍しいね。あの大きいのは前にね、ご紹介したことがあるんだけど、いや、このサイズは初ゲットかも。小さいフィギュア他にも、テリジノサウルスに、これなんだろ、パキケファロサウルスかな。あとディロフォサウルス、トリケラトプスもいてるようですね。さっき下に叩きつけて割ったこの金の卵。元の形に戻せるようになってて、戻すときにこれを使うとね、簡単に元の卵に戻せます。卵のかけらをねここにセットします。この台がなくても、まあ、あの組み立てようと思えば組み立てることはできるんだけど、やっぱねあるのとないのとでは全然違って、もうこれだとねもうすぐに組み立てれますね。で横の大きいのセットして、で最後にこの上ですよね、はい、ちょっとぐっと広げながらセットすると元の卵の状態に戻せました。もうこれで何回でも遊べるっていう。袋に入ってるパーツを取り出したいと思います。これねサメのプリントがされてるんで、今回サメを買ったのかもしれない。あ、サメだ。サメのねこれは胴体かな。うわーすごい。これ毛がダメージフィギュアになってんのこれ。で、あと、あ、これね、頭だ、頭。後で組み立てた方がいいですかね。置いときましょう。こんな感じになるのかな。うわ、めちゃめちゃかっこいい。手が汚れなさそうなのから行きましょう。うわ、これもなんか中に入ってそうなんだけどね。ちょっと小さめの袋。あ、恐竜も入ってる。さっきほどの大きさじゃないけど、恐竜入ってる。これしかもダメージ部分がある。袋に恐竜のプリントされてる。あ、だからちゃんと分かれてたんだ。小さい袋も入れて5袋あるんだけど、これは多分違うでしょう。で、あ、これは恐竜の足だ。だから恐竜パーツで、あ、これはね、尾になってる、サメですね。で、残りは、なんかね、武器っぽいんで、これ最後にして、この2袋、どっちもね、スライムが中に入ってると思うんで、一緒にもう開けちゃいましょう。うわぁ、これは、ゴールドのスライム。結構ね、硬いスライムが入ってる。で、中にね、こう、サメのパーツが入ってる。これ多分、背びれかな？ん？違う？ヒレかな？胸びれで。これが背びれですかね。あと多分、尾が入ってると思います。で、もう一袋はですね、これ恐竜のパーツが入ってますね。で、色がね、どうなんだろう。あ、一緒だ。あのね、キラキラのゴールドスライムですね。で、ここには、はい。まあ、こんな感じで、恐竜のパーツ、足かな？足と尻尾。前足も多分入ってると思うんだけど、入ってないかな？あ、入ってない。あ、入ってる入ってる。で、あと何これ？宝石のようなのが入ってる。わー、キラキラしてる。わ、面白い。恐竜のパーツ以外にもこんなのも入ってるんだ。で、緑色のこんなやつとか、なんか、形違うのが結構、ああ、これは足だね。はい、恐竜とね、サメパーツの方を取り出しましょう。これ恐竜の後ろ足。結構大きいよね。胴体そこまで大きくなかったような気がしたんだけど、後ろ足めっちゃ大きかった。はい、で、前足。で、サメの方も、はい、取り出してですね、ちょっと汚れちゃってるんでね、綺麗に清掃しながら取り出して、二袋のスライム合わせるとこんな量、結構な量入ってるからこれで遊べそう。残り二袋はスライムではなくてなんか砂っぽいのが入ってそう。これもね一緒に開けちゃいます。ん？あ、やっぱり砂だ。
これはサメのなんか鎧のような感じ、背中にセットするやつかな。であとこれ武器ですよね。弾になるのかな、なんか発射するようなんで、それの多分ね弾が出てきました。なんかコインみたいなのも入ってる。危な、なんかこのね塊に似てるから捨てちゃうところだった。はい、まあこんな感じのコインが入ってると。ちょっと小さい、もう一袋。もう多分砂じゃないかな。あ、砂ですね。これは恐竜にセットするアーマーですかね。で、あと発射する弾はこんな感じとなってますね。まあ一個だけ恐竜の方は。で、こっちにはコインは入ってない。で、砂なんだけど、あ、入ってるかな。あ、入ってる、入ってる。一個だけ入ってた。はい、一個だけ入ってましたね。で、砂はね、あの、キネティックサンドのような、ちょっとこう湿った柔らかい砂になってて、まあこれも2袋あったんで合わせるとまあちょっとした量になるんでね、これを使って遊んだりなんかもできそうですね。小さいボトルの中になんか入ってる。でこの真ん中が割れそうなんで、そのまま引っ張っていいのか。あ、はい、綺麗に割れました。で中に何この、棒の先端に恐竜の頭。あ、これ鍵だ。小さい宝箱3個あったけど、それを開ける鍵になってるんだ。で、あと、なんだこれ。あ、コインが3枚と、あと、この宝石が1個入ってて。今回なんかこの小さいね、宝石、結構入ってる。で、このコインはですね、はい、この恐竜の、この海賊のマークが入ったコインになってると。これ、ボトルケースっていうのがね、めちゃ可愛い。またなんか使えそうですよね、これもね。取り出した鍵を使って、宝箱開けますね。あ、この紙いらないよね。外側の、はい、紙を取ってですね。で、もうこれ、強引に開けんの？どうやって開けるんだろう。下からでもないよね。もう一個の方から行きましょうか。これ差し込んで回す。あれ？そのまま開けていいのかな？あ、硬い。やっぱロックされてるから、ぐっと押し込んで押すとか？あ！合ってた。これロックになってて、ぐっと押し込んだらよかった。回さなくてもよかったみたい。で、中に、なんだこれ、袋。スライムとかじゃないよね。なんか入ってる。で、あとね、大きい、わー、キラキラのゴールドメッキのコイン。大きい。そして、宝石。また小さいの入ってるわ。シールですね。お、恐竜とサメ。しかもね、ダメージを負ったこの2体のシールになってて、かわいい。この中に何入ってるんだろう。砂っぽいんだけどね。お、すごいこれ。砂なのかなこれ。ちょっとこう、なんだろう、砂利っぽい感じ。うわー、すげー。で、こう、この中に何があんの？何も入ってないけど。ゴールドの、これじゃあ砂利これが入ってただけだ。わかった。宝箱の中にこれを入れるんだ。財宝が入ってるような感じにセットできると。なるほど、だからこれゴールドなんだ。はい、まあ、こんな感じとなってるようです残りの宝箱も同じように、はい、鍵を差し込んで押す、上に上げる。あ、中になんかいっぱい入ってる。まずはこれは指輪。お、かっこいい、恐竜の形をした指輪。で、あとコインがこれ、3枚かな、3枚入ってますね。あと宝石が、2個入ってて、そしてはやばい、黄色の雲が入ってた。不気味すぎる。で、宝箱の上にまたさらに宝箱で、これくるっと回して、なんかこれ簡単に取れる。おー、取れましたね。で、どうやって開けるんだろう。これは小さいのはそのまま開けたらいいのか。なんか開けるのがなかったんで、このまま開けちゃいます。開けるとなんか多分ね、押すのあるんだと思うんだけど、どれかわかんない。はい、で中にまたくも、はい、2匹目。あと、コインが3枚入ってました。コイン今回めっちゃ入ってる。小さいコインはなんとね、13枚も入ってる。またやってしまった。最後に気づいた、これ鍵だ。
多分鍵。あーやっぱり鍵、鍵じゃん。しかもねコインまたさらに3枚追加で宝石が2個とで鍵ですよ。これじゃん鍵は、サメの形をした鍵とあと骸骨の、鍵ですね。無理やり開けちゃったよ。この小さい方の宝箱はこの骸骨でしょう。ほら入るでグッと押して開けると。いや先に開けるべきだったね。恐竜にサメ組み立てます。恐竜とサメ組み立てれました。これね2体ともねすごいかなりのダメージを負った2体となってて痛々しい。サメよりも少しサイズが小さい恐竜から見ていきます。こちら大型の肉食恐竜 T レックス、全長が約13センチで高さが約10センチ。小さい卵から取り出した T レックスのフィギュアと並べるとねこんな感じで、まあ、この子を大きくしたような、まあ、そんな形になってますね。アニやティラノサウルスを横に並べると、まあ、全長はねあんまり変わんない。ただまあ高さもあってあと幅がねがっちりとしたね恐竜になってますね。オレンジ色の T レックス体中怪我しててで特にお腹ですよね。もう皮ないですよ。もうこの傷を見るともうあの怪我っていうかゾンビっぽくも見えますね。で後ろの尻尾くねっとこう曲がった動きのある形で、スマッシャーズの恐竜ね尻尾を動かすとなんか、動いたりするアクションあるんだけど、この子は動きませんね。尻尾動かしても何もなりません。で、この後ろの方を怪我しててで小さい突起がこうずらーっとこう生えててねがっちりとした体、横痛々しい傷。これねボタンになっててここを押すとん開いた。そう、脇腹の骨が広がってこう中に入ってたのを取り出すことができるようになってます。でまたコインですよ。これめっちゃ入ってるよね。あと、これですね、宝石にゴールドの剣が入ってました。恐竜のお腹の中になんか小さいもの入れれますよねこれね。 T レックス入るかなこれ。あ入った入った。恐竜の中に恐竜入れれた。でボタンを押してこう開けて取り出して、まあ、こんな誕生させてね遊んだりなんかもできちゃう。これ面白いよねこのアクション。外皮パーツもあればよかったんだけどもう骨がねむき出しになってる。で後ろ足前足動かすことができるようになってますね。はい、まあこんな感じ。後ろ足大きいんでね立たせやすいですね。で頭はこちらとなってて、右目ねめっちゃ見開いた感じなんだけど左は細めてるような、ちょっとね表情が違うんですよ。左から見るのと右から見るのでは表情が違って、また頭にも傷があってね痛々しい感じにはなってるね。恐竜にゴールドアーマーをセットします。もうこれ背中に乗せるだけかな。あ、ここに溝があるからはめる形か、後ろの方をこうはめるような感じでセットすると、おーすごい、ちょっとおしゃれな感じに仕上がった。ただお腹寒そうだけどね。槍のような弾をね差し込んで上の出っ張ってる部分がスイッチになるんでここを押すと弾が発射します。恐竜のお腹の中から何かを取り出すっていうのも面白いんだけど、このね弾発射させて遊べるっていうのもまた面白いよねこれ。大きいサメを見ていきます。全長が約25センチ。アニやホホジロザメのフィギュアと見比べるとこんな感じでビッグサイズ、めちゃめちゃ大きい。色綺麗なね青カラー。なんかねこのサメの形はアニメで登場しそうなね可愛い形になってて、で左目はこうギョロッとした目になってるんだけど、これもね反対から見るとちょっと目をね細めたようなねそんな形になってて面白い。でこの子も傷だらけですね。ここでしょ、あと反対側、口の上顎のね、ここも傷が入ってて、あと下ですよ、ここ痛々しいでしょ。めくれ上がってお肉見えちゃってる。で下は骨が見えてると、
はい、ティーレックスと同じような感じですね。で、この中に何か隠れてます。で、ここ、ああ、痛々しいね。これもね、傷がいっぱいですね。戦った後なのかな？口をね、大きく開けてるんだけど、これ何これ、なんか出っ張りがあるんだけど、なんかスイッチっぽいんだけど。で、背びれはこんな感じですね。あの、胸びれとかにも傷が入ってる。はい。で、尾びれ、かっこいい形になってますね。三日月型のかっこいい形。脇腹の骨を広げるのにスイッチがあると思うんだけど、多分この口の中でしょ。こっちかこっち、どっちなんだろう。これ指で押すのかなって一瞬思ったんだけど、思い出した。目玉。多分これを加えさせるんじゃない？この中に入れて、慎重にね、入れて、ぐっと頭を押すと。するとですね、開いてた。もう開いちゃってましたね。いや、このサウンドがね、大きいから、ここ分かんなかった、開いてんの。もう一回行きますね。こう、目玉を入れてね、こう頭ぐっと押してね、口を閉じるような感じにすると、あ！はい、こんな感じで遊ぶようになってるんだ。気づいてよかった、これ多分ね、指で押すところだった。で、この中に、さあ、袋。あ、袋のみ。あと何も入ってない。ここ広いね。金の卵から取り出したフィギュア4体、もう全然余裕で入っちゃう。あ、これはすごいな。取り出した袋の中には、わあ、海賊！しかもなんか宝石手に取って喜んでる海賊が出てきました。前に紹介した大きいサメも確かね、この目玉を口に入れるタイプだったんすよ。それで思い出したんだよな。はい、同じですよこれ。で、前はね、こう加えるだけだったんですよ。で、あとこの目玉を体の中に入れるとか、そのレベルだったと思うんだけど、今回進化して、このね、この脇腹の骨が広がるようになってると。いや、面白いね。やっぱスマッシャーズどんどん面白くなるね。サメの背中にアーマーをセットします。はい、これも差し込むような形。わー、すげー、なんか高級感出たね、このサメ。で、海賊のマークがあって、で、このダブルスよ、これ横にね、はい、武器があって、弾を、はい、セットできるんで、はい、セットします。これ横にね、スイッチがあるんで、はい、ここを押すと、あー、すげー、めっちゃいい勢いで飛ぶ。さっきの恐竜よりもよく飛ぶんで危ないね、ちょっとね。体の中に入ってるお宝をね、こう取り出すっていうのはスマッシャーズシリーズよくあることだけど、いや、これ骨が広がって取り出すっていうのは新しくて面白かった。で、大きいサメだけじゃなくて、このちょっと小さい恐竜の方もね、このパコって開くようになってて、めちゃめちゃ楽しめた。新しいズルスマッシャーズディノハイランド。いや、想像を超えるような楽しいアクション仕掛けがあって、めちゃめちゃ楽しかった。いや、まあいろいろね、スマッシャーズ商品紹介してるけど、その中でも、相当今回のはなんか力入ってるような気がしましたね。はい、ということで今回はこの辺で、また新しいね、スマッシャーズ商品レビューする予定になってますんで、楽しみに待っててください。チャンネル登録がまだの方は登録、よろしかったら高評価の方もよろしくお願いします。で、今回のね、こちらのスマッシャーズ、感想なんかよかったらぜひコメント欄に書いてください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。